神タイガース応援歌イントロクイズ。虎のアンダーセルフマットマロン選手、ヤマト大山祐介、勝負取れない西岡剛。さあ、ここまで5問連続正解ときました。はい、こっからちょっと難易度上げていこうと思います。なるほど。さっきのもな、やっぱ1音だと上手いね。てか1音で合ってる人いるのか。僕結構合ってましたよ、1音で。、はい、それではいきます。はい、第6問。広告です。いきますよ。はい。トゥトゥ、いいところ止めたい今のは。トゥ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 。もう一回いきますか。もう一回いこう。トゥトゥ、あー、マジっすか、マジっすか。あ、やっぱ三音目大事だな。トゥ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 。はいはいはい。福留孝介編集。ファイナルアンサー。はい。じゃあ回答いきましょうか。フルダルスイング、イサクアーチ、もよこすけ、勝負を決めろ、加藤セーフ、黒目。大正解です。よかった。おー、いやー、どうしましょうか。これいってみようかな。危なかった、次。危なかった今のは。マジでマートンと同じだなこれ。三角だな。正式には。それでは第7問、はい、いきます。これは分かんないです。あ、待って、分かったかもしれない。分かった、これは分かった。マジですか、これは分かった。今のでやってたら結構すごいですよ。これはね、やっぱ2008年から僕阪神ファンなんで、一番その最初に好きになった選手というか、はい、おー、じゃあ可能性あるな、これ。多分僕が阪神ファンになった最初のね、試合で、多分サヨナラホームラン打ったと思うんですけど、阪神タイガース、新井貴浩選手。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。残念でしたね。残念でしたね。ひとくりにかける、男笑い、熱きその上、スタンドへ。でしたって言われた。ちょっとキヤキヤしました。あ、したよ、したから。え、誰の曲だろうと思ったら、ヒーとアフリカって隣で聞こえたから、あ、合ってるやと思って。はい、これいきますか。じゃあ難易度上がっていくな。さあいきますよ、第8問。ここまで7問連続正解。はい、いきます。ブーブー。ちょっと待って、まだトゥ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 しか聞こえなかったけど。僕でもこれ多分初めて聞いて、飛ばせボールをミートでしかわかんないですね。ウェバー選手。トゥ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 からなんか入らない感じがしますね。この選手は割と。入らない。なんかこのプロスピの音源なんですけど、なんかオリジナルで3音ぐらい入れてるなって感じです。なるほど、じゃあわからん。もう一回じゃあいきますね。オリジナルの3音しか流れてない。いきます。あ、あ、ちょっと待って。おわ。トゥ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 。あ、お願いしますよ。これいいとこだな。いや、分かったような気がするけど。いやー、ちょっともう。でも多分そうだと思うんだよな。かけてもいいんじゃないですか。これはかけよう。元メジャーリーガー、堂島健二選手。お、行きましょうか。行きましょう。はがれたその体が溢れる。兄貴この阪神の連勝を7で止めたロッテ、マジで強え。兄貴か。ロッテ強えっす。聞いた、得たその体、あふれる気迫、さあここまでぶち込め、ライトスタンドへ。いやー、金本兄貴やったが、燃える闘志をかと思った。バットに止めて。悔しいな、今のは。確かに、トゥ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 からは始まらない。そうですよね。全問正解チャレンジがここで終わったな。あと2問間違えちゃうともう罰ゲームです。
あー、そうかそうか。なるほど。あと2問です。あ、2問か。さあ、第9問。9問。これはもうね、先にヒント言っちゃいますと、僕が今まで見てきた阪神タイガースの選手の中でもう一番好きな選手です。ヒントになったのかわかりませんが、行きましょう。はい。全くならなかった。めっちゃかっこいいです。あー、やばい。あー、最悪だ。ちょっと遅かったな、これは。うわー、またオリジナルのところで止めとけばよかった。確かに、この場合は、オリジナルのところで止めとくのが正解だったかもね。絶対のあるっすもん、もう1音目で。オリジナルだけでも、今のは分かった気がする。はい。なるほど、確かに、一番好きな応援歌、はい、かもしれない。代打の神様、檜山慎二郎選手。これ当ててほしくなかったっすね。まだ当たってるとは言ってないです。まだ当たってるとは言ってないです。今、ほぼ言ったけどな。この一打にかけろ、気合いで振り抜けよ、誰もお前を止められぬ檜山よ、突っ走れ、かっ飛ばせ檜山。ちくしょう、よいしょ。ちくしょう、うん、どうしよっかな。あと1問。さあ、ラスト1問ね。この選手いこう。むずいよ。でもいいよ、最後は絶対まずくします。最後は難しい。もう絶対一応目止めますからね。なるほど。言ってもね、やっぱ今までできてて多分、レギュラーバリバリの選手だと思うんでね。そうですね。じゃあいきますよ。ラストです。はい。僕もこれは、この選手の応援歌めっちゃ好きです。いきます。なるほど。フライングやな。また広告かい。あーなるほど。ラスト。ラストはマジで激ムズです。いやー、これはね、でも分かる人には分かると思うんです。結構特徴的な応援歌なんで。うん。いや、これ阪神ファンからしたら、はい、多分激ムズじゃない。え、分かったんですか？分かったよ。マジですか？いや、分かるよ、多分。あ、でも、そうだね。阪神ファン以外だったら、ちょっとむずいかもしれないけど、はい、いや、阪神ファンからしたら、その出だしはもう、まあ、これから僕、東京ドーム、8月3日行く、あの、コラボ行くんですけど、巨人阪神。あ、そのまさにその東京ドームで、いつだったかな、2014年かどっか忘れましたけど。沢村選手からホームラン。沢村選手から、大体やった。関本健太郎選手。もう正解やんけ。日本しかないじゃん。今ちょっと頼むぞ、健太郎。というわけで、うん、なんかね、最初、はい、自信ないよみたいな雰囲気出してましたが、まあ結果的には10問中9問正解ということで、うん、まあ合格点は見事超えたということで、おめでとうございます。うん、問題がね、スタメンでね、出てくる選手ばっかりだったんで、はい、そうっすね。まあちょっとね、甘くいこうかなと思ってたんですけど、その作戦が失敗したということで、うん、本日のロッテ対阪神は、ロッテの負けということで、うん、はい。まあ、日本シリーズ第1戦はロッテ敗れました、うん、はい、勝ちました。8対0ぐらいで勝ちました。はい。というわけでね、本日まあ阪神タイガース応援 YouTuber のね、虎山さんとコラボさせてもらったんですけども、虎山さんの方でもね、僕がある動画に、うん、出させていただいております。まあまた違うね、企画になりますけど、そうですね、僕の企画なんですけどね、はい、はい。虎山さんが持ってきた、企画に僕も出演させていただいてますので、はい、そちらのね、うん、動画も概要欄貼ってありますので、皆さんぜひそちらの動画も、はい、見ていただければなというふうに思います。はい。ということで、こんな感じで、トライマさんとコラボやってきましたが、こんな感じで楽しかったですね。最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。最後になんか、ロッテファン、そして大チャンネル視聴者に一言あればよろしくお願いします。そうですね。まあ2022年、はい、阪神タイガースは、おそらく、まあ、A クラスにはね、入ると思うんで、まあ、日本シリーズ戦いたいのであれば、まあ、頑張って、まあ、3位までまず、上がってこいやー。すいませんでした。何も言えないです、これに関しては。はい。こうして待ってるんでね。はい。はい。鍵を返したいは返すんで、2005年の。はい。というわけで、本日はトラヤマさん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたの、トラヤマさんとのコラボでお会いしましょう。イエス・マーティン！ロドリゲス！